といえばテレキャスターです、52年のモデルと、58年のモデルを弾いてみました。ボディはアッシュで、ネックもメープル、両方ともそうでしょう。微妙にこのボリュームノブが違ったりとかですね、ブリッジのこっちはブラスで、52年の方がブラスで、58年の方がスチールになってますね。これは2本で1個なんですね、なぜか。さっきちょっと言い忘れちゃったんですけど、52年の方が、ピックアップの磁石がですね、アルニコ3というちょっと磁力が弱いですからね、若干こう出力が低めっていうか、まあほとんど変わらないんですけど、音色は抜群なんですけど、58年の方が5になってます。もう今の現行商品も5ですね。他の、ロゴの位置が違ったりとかロゴの位置が違ったりとかですね、このテンションガイドの形状がちょっと違ったりとか、まあそんなに大きなモデルチェンジはないですね。あ、ネックのシェイプがですね、若干そういえば58年の方が握りやすいっていうか、ちょっと細めっつ全体に細い感じがしますね、こっちの。あ、こっちじゃないや、さっきの58の方が、でも思ったよりは細めですね、両方とも。この色は何て言いましたっけ？バタースコッチ。もう僕は糖尿なんで、もうキャラメルは食べられませんがバタースコッチは美味しいです。その色ですね、バタースコッチ。こっちはツートンサンバースト。サンバーストって言うと日焼けですね日焼け、2色に日焼けした感じなんですね。本当に、テレキャスターっていうのはもうテレキャスターを改良してストラトができたんですけど、もう全く違うギターですよね。改良したっていうよりはもうまるで違うギターになっちゃいましたけど、もうシンプルこの上ないこのギターですけど、非常に魅力的なギターで、男のギターと呼ばれていますんで、うかつに手を出せないですが、非常にいいギターだと思います。あとこのピックアップセレクターによっての音、あ、そういえばピックアップセレクターのノブも違うんですね。ノブの形状も違ってるんですけど、それより、このテレキャスターはこの3点止めのスイッチ、3点のスイッチなんですけど、ワイヤリングがものすごいいっぱいあって、これは今のワイヤリングになってですね、ところが、発売当初のワイヤリングはちょっと僕らなんかじゃ使えないようなプリセットになってまして、どっちかがトーンが効いてどっちかが効かないとか、もうあるところではモコモコの音しか出ないとか、もう非常に「え、何これ？」っていう、当時あれが良かったんですかね。10通りぐらいありますね、ワイヤリングが。某ピックアップメーカーで調べるとですね、テレキャスターのワイヤリングが10通りぐらいあります。でこれもなんかおまけについてるんですよね、そういうふうにオリジナルに戻すオリジナル状態に戻すキットも別に入ってます。多分それでは演奏はなかなか難しいと思いますけど興味ある方はぜひやってみてください。困ると思います。そうですね、
ストラトキャスターとどこが違うかって、こうもう弾いたまんま音が出てくるのがテレキャスで、割といろいろカバーしてくれるのがストラトっていう感じなんですけど、使い込めば使い込むほど、もう離れがたいものになってくるのがテレキャス。僕もなかなか手が出せずに、やっとここ10年20年で手が出せるようにはなったんですが、面白いギターだと思います。でした。